ちゃこんにちは。はい。はい。豊さん。はい。はい。ついに発表になりました。そうだね。というのが、現役ドラフト。はい。はい。まあ今日行われてね。行われましたね。まあ、内訳から言うと、うん、ドラフトで1位指名されたね。あの、入団の時に。入団の時に。うんうん、まあ、それが3人入ってるというね。ドラフト1位の選手が3人。まあそうだね。ねえ。まあ、どうでした？全体的に、あの、まあ、これからちょっと一人ずつね、うん、あの、お話はしていこうとは思うんですけれども。はい、まあ、いろいろね、うん、思惑がこう感じられるというか、なるほど。やっぱりドラフト1位を出すと、うん、やっぱそれなりの素材はあるよね。うん、だからドラフト1位に、あの、入団時になってるわけだから、うん、だからその魅力を他の球団が感じてくれて、うん、まあ、早く指名してほしいと、まあ、そしたらいい選手がね、いい選手をこちらからこう順番に取っていけるというような、うんうん、そういう思惑も感じられるし、なるほど、まあ、ドラフト1位で入団したけども、うん、まあ、うちではあまり芽が出なかったということで、うん、まあ、他球団で頑張ってくれっていうね、うん、そういう愛情も感じるしさ、うんうん、だから環境を変えたらまだまだできるよなっていうような選手が、うん、まあ、ずらっと並んだかなという感じはしますね。はい、まあ、じゃあ一人ずつ、そうだね、見ていきますか。はい、はい、まず阪神が獲得したのが、うん、オリックスからの移籍となる、うん、はい、ウルシアラ、はい、ね、ピッチャーですね。そうだね、はい、まあ、やっぱ中継ぎ投手陣をね、オリックスのこう考えると、うん、まあ、なかなかチャンスはなかったかなと思うけども、うん、ちょっと今年のファームの成績があまりにもあんまり良くなかったよね。なるほど、うん、で、うん、結果も出てないし、うん、だからそういう意味ではそう、このドラフトになったのかなという感じはするけども、うん、まあ、でもこう投げれる、うん、しっかりね、投球できるというものはね、うん、俺は持ってると思うんだよね。なるほど。だから、まあ、ゼロからのスタートということを考えるとさ、まあ、いい球団に、緊張感のある球団に、ね、移ったかなという感じはするよね。まあ、あの、パ・リーグの1位のチームからセ・リーグの1位のチームっていうようなね。まあ、そうだね。まあ、それもあの、やっぱりね、うん、阪神、オリックスの優勝も経験してるし、はい、まあ、阪神のね、強い時期を経験できるというのはね、うん、非常に貴重な経験となるからね。そうですね。まあ、だから、上で投げれるようにね、うん、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思う投手だね。はい、うん、はい、はい、で続きまして、はい、広島が獲得したのが、うん、はい、楽天の内間選手、はい、こちらもピッチャーですね。ピッチャーね、うんうん、まあ、大学まで出てて、はい、まあ、2年間でなんていうの、現役ドラフトになったんだけどもさ、うん、アジア大学からね、アジア大学からね、うん、まあ、何かあったのかなっていうのは聞きもしないでもないし、うん、いや、よく2年で見切りつけたなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じもするしさ、うんうん、うーん、まだまっさらの状態って言ってもいいような感じがするんだよね。なるほどね。ちょっと登板の機会がね、少なかったっていうところもあって、去年は、1試合、あの、うん、2022年ね、うん、1登板で、2021年が11登板ということだったんで、うん、そういう意味ではまだそういうね、豊さんにうまっさらというかね。そうだね。だから、まあ、ある程度の故障があったのかなって、あまり情報がないんで、こういう選手は、うん、だからなかなかわからないんだけども、うん、まあ、広島が取るっていう風になったとしたら、はい、やっぱそれなりのポテンシャルは持ってるのかなというようなね、うんうん、それとね、やっぱりこういう選手っていうのはドラフトの時に、うん、やっぱスカウトが目をつけた、ある程度目をつけてた選手なんだよね。なるほど。だからそういう選手が出てきたということで、うん、もう一回うちでちょっと試してみようみたいなね、まあ、そういうことなのかなという感じがするよね。ね、はい、まあ、環境が変わるとね、あの、全く違った活躍があるということありますからね。もちろん。これからじゃ期待ということですね、はい。そして続いてが DeNA が獲得したのがロッテの佐々木千早投手。はい。はい、まあ、これがあの入団時ドラフト1位でね、うん、で、桜美林大学から入ってきたんだけども、はい、うん、150キロを超す速球と、うん、まあ、スライダーシンカーという ね、まあ、多彩な投球というふうに言われてたんだけども、はいはい、まあ、1年目は投げたけどもちょっと故障があってね、うん、ちょっと離脱期間があり、ね、でまた復活して、うん、まあ、そこからリリーフに入ったりとかしてね、うん、佐々木千早が投げると逆転するとかさ、うんうん、チームが勝つとかさ、うん、非常に運を持ってた時期もあったんだよね。なるほど。まあ、ただそのロッテも若手の成長とかね、うん、いろいろあって、うん、なかなかこう登板機会に恵まれず、うん、まあ、ちょっとこう弾かれた状態になったかなというね、うん、まあ、そんな感じがしたけども、はい、やっぱ
この選手は本当は特にそう思うけども、うん、環境を変えてあげるとね、はい、まあいいのかなっていうふうにはずっと思ってたピッチャーなんだよね。で一回対談もしたことがあって、うん、すごくこうリーダーシップというか、うん、まあそういうふうに取れるようなチームに入っていくと、うん、まあいいなと思うし、うん、ある程度の年齢もね積み重ねてきてるし、うん、だから DeNA では、うん、まあ、自分がこの投手陣を引っ張っていくっていうようなね、うん、まあ、そんな気持ちになってくれるといいなっていうふうに思うね。なるほど、ね、DeNA ちょっと投手陣がね今年と来年ではだいぶメンバーも変わってきそうだなっていうところもあるのでね、まあ、それとね野村博樹の教え子なんだよね大学時代にね、はい、だからまあより近くになるということで、うん、まあ、アドバイスももらえるだろうし、ね、まあ、そういうことでもいいから変わってほしいなっていう投手だね、うんうんうん、なるほど、はい、そして続きましてがジャイアンツ、はい、はい、阪神の馬場投手、はい、はい、いやなんか巨人がついてるなという感じがするよね。そうですかね、まあ、第二のね、うん、まあ、先発では馬場っていうのは先発ではないけども、うん、なんか大竹みたいな活躍をね今年阪神に入ったソフトバンクからね、うん、はいはい、なんかそんな感じの匂いがする投手だよね。やっぱりしっかり投球ができるしさ、うん、まあ、三振も多く取れるピッチャーなんだよね、うん、だからまあ例えば7、8とか、うん、まあどちらかのイニングとか、うん、完全に1イニングを任せられるだけのポテンシャルのある投手を取れたなっていうような感じがするんだよね、うん、なるほど。だからまあ12球団って、うん、巨人が一番当たりかなっていうような豊さんの見たところで見たところではね、うん、まあ実績ももちろんあるしね、はい、であの投手陣の中になかなか入ることができなかったということで阪神のね阪神のね、うん、だから巨人に行くとさやっぱ阪神よりはやっぱ投手陣という意味でちょっと弱い部分があるからね、うん、まあ十分馬場にはチャンスがあるし、うん、まあ、活躍はするだろうなっていうふうにはもう見てる。なるほど。ということはもうジャイアンツにとってもう馬場投手にとっても今回のね移籍っていうのはいいのかなって。いやいい移籍になるかなっていうふうに思うしね、はい、で阪神のプレッシャーも、うん、巨人のプレッシャーももう双璧だからさ、うんうん、だからそういう意味では巨人のプレッシャーに負けるっていうことはないだろうし、うん、だから活躍はなんか俺太鼓判を押してもいいなっていうような感じがするよね。なるほど、うん、はい、というような馬場投手は、うん、次はジャイアンツということですね。ね、はい、ということで続いて相手がヤクルト、はい、ヤクルトが、ジャイアンツの北村選手、はい、ね、うん、パワーがあってね、うん、まあ、星稜高校亜細亜大学、はい、うん、金沢に凱旋試合で行った時にホームラン打つとかさ、そうそうそう、印象的ですよね。印象的な活躍をする時があってね、うん、でパワーっていうのは折り紙付きなんだよね、うんうん、でヤクルトという働きやすい環境に今度入っていくし、うん、まあ、内野手なんだけども、うん、山田哲人長岡いるけども、うん、うん、村上がコンバートされるんじゃないかなっていうような気がするんだよね、うん、レフトに、うん、メジャーも含めてね、はい、考えると、うん、まあ、そうなるとやっぱ三塁手争いになってきた時に、うん、やっぱ北村っていうのは非常にチャンスをもらえるかなっていうような感じはするよね、うん、なるほど。ね、入団からジャイアンツでは毎年ね、はい、出場最低1試合を出場しているということで、ね、まあそうだね、継続的に活躍の場があったというところで、まあ、一番のは一軍半クラスの選手なんだよ、うん、なるほど。いやでも素材を見るとさ、うん、パワーとか、うん、やっぱ何かのきっかけで弾けそうなんだよね、うん、だから何かのきっかけを自分でやっぱ掴むしかないし、うん、まあ、掴んでほしいなと思うよね。なるほど。それとやっぱこうヤクルトが取るっていうことはさ、うん、ある程度目をかけてたというかね、うんうんうん、だからチャンスは絶対もらえるはずだから、うんうん、ちょっと頑張ってほしいなと思う ね、はい、ということでした。はい、はい、でそして、セリーグ最後中日が、はい、ヤクルトの梅野投手、はい、はいはい、はい、まあ、このピッチャーもね中継ぎでバン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 投げた時期があってね、うん、だから実績折り紙付きなんだよね、はい、まあ、だけどここのところちょっと登板機会がちょっと少なくなってきたりだとか、うんうんうん、まあ、してるけどもね、うん、まあ下手ってなければ、うん、まあ、結構もう実績もあるし、うん、活躍できると思うよね、うんうん、それとバンテリン神宮で投げるのとバンテリンで投げるのとでは投手の精神状態が変わってくるんでピッチャーとしてはね、あのどんどんいけるし、うん、そうそう、どんどんいけるしね、うんうん、だから変わり目はあるなっていうふうに思ってるんだよね。なるほど。で中日とすれば、うん、まあそのなんていうのかな、まあ、若手の成長株も中継ぎにたくさんいるしね、うんうん、まあその先輩格としてまあアドバイスだとか、うん、そういうことができてくれればね、うん、まあいいかなっていうふうに思ってるよね、うん、絶対に、ね、
だからこの梅野もやっぱバンテリンということを味方につけてやれば、うん、まだまだできる選手だよ、はい、ということでセリーグはそのような感じでなりました、はい、まあそうだね、はいはい、続いてパリーグ見ていきます、はい、オリックス、はいはい、中日の鈴木博士投手、はいはい、もうこれはね社会人の時にちょっと絡みがあって、うん、ヤマハの時に ねで見てたしドラフト1位の時にはああよかったなっていうふうに思った選手なんだけども、はい、やっぱなかなかね、うん、こう厳しいところでできてないんだよね。できてないというのはあの環境的に、ああ厳しい環境でね、うんうん、でまあ高校野球の時もちょっと緩かったし、うん、ヤマハの時もあのちょっと故障がちでねちょっと厳しい練習ができなかったんだよね、うんうん、なんていうのかな素材的には素晴らしいものがあるのよ、うん、ただやっぱこう乗り越えなきゃいけない壁っていうのを乗り越えてないから、うん、ちょっと投球がまっすぐ力あるんだけど気持ちが弱いというね。なるほど、うん、だからそのオリックスという厳しい環境に入るとさ、うん、一気に開花する可能性がある、うん、オリックスのねそうそうたる面々の中でね、うん、いろいろなことが起こりそうですもんね。まっすぐの力とかまっすぐの速さっていうのは負けないよ、うん、この子は、うん、ただ、うん、ただやっぱ向かっていけ勝負だから向かっていけるかどうかっていうのはね、うん、すごく大事な部分で、うん、向かっていくような教え方ができるとしたら、うん、活躍すると思うよ。なるほど、うんうん、だから非常に俺はやっぱ楽しみだよね、うんうん、やっぱりいい環境に行けたなっていう ね、 ねお、まあね、あのそれは競争相手はたくさんいて厳しくはなりますけれども、うん、皆さん切磋琢磨っていう意味ではオリックスの、ね、いやもうね投手陣から学ぶこともあるでしょうし絶対あるよ、ね、うん、だから、うん、いい環境に身を置くなっていうふうに、うん、今からちょっと楽しみだけどね、うん、ね、はい、またね今優勝でね、はい、パリーグで連覇してたりするチームなのでまたねそういうところも違いますよね、まあ、全然違うと思うはい、まあいい見本がいるっていうのもいいよね、うんうん、ね、はい、はい、続いてロッテ、はい、ロッテね西武の愛斗選手、愛斗ね、愛斗選手はい、うん、ちょっとね一番びっくりしたのは愛斗が出てくるんだっていうふうにびっくりしました。ちょっと思ったし、うん、やっぱこうガッツがあるしね、うん、で印象に残るような活躍をするんだよね、うん、この選手は、ね、まあ、守備でもね、そうそう、うん、打率とか低いけども、うん、まあ言ったように本当になんていうの守備でも、うん、なんか印象に残るような守備したりだとか、うん、まあ非常にガッツはあるし、うん、もう野球に勝負に対して向かっていける選手だなっていうふうにちょっと評価してたんだけども、うん、まあ出てくるとは思ってなかったから、ね、まあ意外だったけど、ロッテはだからそういうという意味ではいい選手を取ったなという感じはするね、うん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 、だから、うん、まあ例えばその荻野がね、はい、まあフル出場はもう都市的にも無理だし、まあ怪我も多い選手だからね、で右っていうことを考えるとさ、うん、まあなかなか見当たるところがいなくて、うん、まあ岡とかいるけどもね、はい、やっぱ愛斗がいてくれると心強くなるかなっていうね、うん、そうですよね、まあ、そんな感じはするよね、うん、ね、西武いらなかったんだっていうようなね、まあ言い方悪いけども、うん、そうだ構想外だったんだっていうのはちょっと意外だったけどもね。いやとても意外でした ね、 ね、はい、だからまあ相手にはまあちょっと頑張ってほしいなっていうね、うん、好きな選手の一人だったから、ね、そうですよね、豊かさんねガッツもあるしね、うんうん、だから短くバットを持ち出したりとかね、うんうん、まあ、いろいろ工夫が見れる選手だったから、うん、だから非常に活躍してほしいなっていうふうには思うね。ねえ、はい、これまたでもね次ロッテでそういう活躍の場がね期待される選手ですね。まあそうだね、うんうん、はい、はい、ということで次が、ソフトバンク、はい、はい、日本ハムの長谷川投手、はい、はい、まあ長谷川はねあんまり登板機会っていうのはなかったんだけども、うん、まあ球団としたら宮西がね、うんうん、まあ、変則で投げてて左で、はい、でそういうスリークォーターで投げるピッチャーで、うん、宮西2世っていう風に位置づけて、うん、まあ、教育をしてたんだけども、はい、まあそうはなれなかったんだろうね。うん、まあ、ただソフトバンクの方とすれば加山とか、うん、そういう人たちをこう戦力外にしてる、うん、してるよね。まあだからその長谷川というねちょっと変則気味のピッチャーを取りたかったのかなというね、うん、だからチャンスはすごく長谷川にとってあるかもわからないよね、うん、そういう意味では、うんうんね、だからそのチャンスを生かさないと、はい、もうすぐクビになるということだよね。ね、はい、うんうん、
ということでね、うん、北海道からね福岡まで一気に本当だね、なんかというかしたんで、もうそうだね。だからライバルチーム巨人か阪神から巨人とかさ、ね、なんかすごいよな、みたいな、優勝チームから優勝チームへっていうのもあるし、ね、あるしね、はい、はい、というようなことが、ソフトバンクね、はい、はい、次楽天、はい、はい、DeNA の櫻井投手、はい、はい、まあ、なかなかやっぱこう、まあ、左ピッチャーだけども、うん、左ピッチャーだよな、左ピッチャーですね、左ピッチャーだけども、うん、ちょっとなかなかチャンスがなかったね、うん、まあ、それとやっぱり左が上にも多いっていうことと、ね、やっぱ中継ぎにも左の若手が成長してきたっていうことを考えるとさ、うんうん、やっぱこう左ばっかり揃えるわけにいかないし、うん、まあ、なかなかやっぱこうチャンスがもらえなかったかなっていうような感じがするよね、うん、だからまあまあ、楽天も、うん、行くとやっぱチャンスは、まあ、それなりにはもらえるかなという感じもするしね、うんうん、だから頑張ってほしいなというふうには思うけどもね、本当ね、うん、ピッチャーでね左っていうとね、楽天だと松井投手とか、まあ、抜けるしね、抜けちゃうしね、うん、そうそうそう、ね、だから、まあ、左不足にもなってきそうな感じもするし、うん、だからそういう意味では、まあ、ちょっと手薄になってきてるのかな、楽天の投手陣も、うんうん、だから、まあ、チャンスはあると思うよ ね、それとイースさんでよくやってるから、はいはい、多分エアップに見てると思うよね、確かそうですね、うん、はい、はい、ということで次は西武、はいはいはい、広島の中村投手、はいはいはい、まあ、中村っていうのは、うん、前堅2世というふうにね、うん、言われて、うん、まあ、入団してきたんだけども、はい、まあ、多彩なんだよね、うん、まあ、チェンジアップもありゃもうスライダーカーブ、うん、まあ、結構器用なピッチャーなのかなっていうふうには見てたけども、はい、まあ、前堅2世と言われながら前堅にはなれなかったというね、なかなか、まあ、なかなか厳しいけどもね、うんうん、ただやっぱりこうあそこも、うん、いい投手をドラフトで取ったしね、はい、で投手陣が結構こうしっかり、うん、成長してるし、うん、まあ、そこら辺で浮いちゃったのかなという感じはするけどもね、うんうん、まあ、だけどまだまだチャンスは残されてるから、うん、ね、まあ、頑張ってほしいなというふうには思うよね、はあ、続いてが最後日本ハム、はい、はい、ソフトバンクの水谷選手、はい、はい、これは大柄な外野手でね、うん、で、まあ、なかなか目は出なかったんだけども、うん、まあ、今年の夏なんかノンステップに変えて国防監督とね、はい、うん、ノーステップに変えてなんかバッティングの状態が良くなってきたというね、うんうん、でその監督が一軍監督になったから俺にもっていう風なことは思ってたんだろうけどもさ、うん、まあ、ただそのドラフトに現役ドラフトに、ね、出されちゃったという、うんうん、ただ行くところが日本ハムというところで、はい、これもね厳しいよ、要はもう万波が育ったし、松本剛がいてみたいな、うんうんうん、まあ、センターが磯畑とか、うん、まあ、いろいろいるんだよね、はい、外野手の競争は激しいと言っても、うん、まあ、新庄監督は絶対チャンスを与えるから、そうですよね、うん、だから、うん、まあ、そこでチャンスをつかめるかどうかっていうことだよ ね、なんとかね、いやもうねパワフルだよ、うん、この選手は、うん、大きい193センチあるよね、プロフィール上ね、うん、で大きいながらも足があるしね、うんうんうん、だから大きくて動けて、うん、足が速いって言えばやっぱ新庄監督っていうのは使うと思うんだよね、うん、だからチャンスはあるから、うん、どんどんアピールしてほしいなっていうふうには思うね、これねまたソフトバンクから日本ハムという逆パターンですね、まあ、まあそうだね場所はね、まあそうだね、うん、ね、ほんとね、またねあのエスコンフィールドが本拠地ということになって、はい、また活躍の場が期待されますね、そうだね、はい、というような12名、うん、9名がピッチャーでしたね、9名がピッチャーね、うん、その中でドラフト1位のねピッチャーが3人入ってるという ねなんとも、まあ意外だったでしょうか、まあ意外だって、まあ、ある程度は予想された、うん、メンバーの中に、メンバーの中に、ただ相手は分からなかったなっていうような感じがしたし、ね、まあ、ただこの中で活躍できるような選手っていうのは多分いるなっていうふうに感じたし、うんうんうん、特に馬場なんかはそうだと思うしね、うんうん、で頑張ってほしいと思うし、うん、で北村もなんていうのワンチャンあるかなっていうような、うん、で鈴木もあるなみたいな、うん、なんか相手の意地を見たいなとか、うん、まあ、そういうことを考えるとなんかすごく、まあ、楽しみだ、うん、でも昨年のね現役ドラフト半分がクビになったのかな、ね、だからそういう意味では本当に厳しい状況の中にね、うん、置かれたということだよね、
ただしやっぱチャンスは必ずくれるから、うん、そのチャンスの時にしっかり力が出せるように準備を毎日毎日ね気を抜かずやっといてほしいなっていうね、うんうん、いうことを思います。だからそうなってくるとやっぱ第二の細川であり第二の大竹がこっから絶対できるはずだから現れるはずだから、だからそこだけはね徳田原に足をつけた状態から、まあ、来年野球がスタートするわけだからもう本当に頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、はい、ということで現役ドラフト今日発表になりました。はい、はい